坂本勇人。2006年に高校生ドラフト1巡目で読売ジャイアンツに入団した坂本。松井秀喜以来の10代開幕スタメンをつかみ取るなど、早くから頭角を現すと、アイドルのようなルックスと華やかなプレーでファンを釘付けにしました。2016年にはセリーグのショートとして史上初の首位打者を獲得。7度のベストナインや5度のゴールデングラブ賞を受賞し、日本代表に何度も名を連ねるなど、日本球界の精神的支柱として必要不可欠な存在です。2020年には右打者として最年少となる31歳10ヶ月で通算2000本安打を達成。日本プロ野球界では張本勲以来となる通算3000本安打も期待されるなど、ジャイアンツ歴代最強ショートの呼び声も高い選手です。スーパースターのご乱心。2年連続で優勝を逃し、5年ぶりの B クラスに転落した読売ジャイアンツ。投手陣の崩壊など低迷の要因は多々ありますが、中でも坂本の度重なる故障離脱の影響は大きく、チームリーダー不在の打線は苦しい戦いを強いられました。また9月には週刊誌で坂本の女性スキャンダルが報じられ、不祥事に対する球団の対応が問題視されています。2016年のポストシーズンを境に坂本個人軍と揶揄されるようになったジャイアンツ打線。坂本が打率7割を超える活躍をしていた一方で、他の選手が打率1割台に落ち込むという坂本頼みの打線を表現したものでした。その後、岡本和真や吉川尚輝など若手が台頭しましたが、2022年のジャイアンツは坂本の離脱とともに低迷。坂本に代わってショートを守れる若手選手が台頭しておらず、6年経過しても坂本個人軍が改善されていないことが改めて浮き彫りとなりました。8月に坂本が復帰し、チームの上昇ムードが高まりましたが、9月10日に女性スキャンダルが報じられると、チームの士気を大きく下げてしまいました。記事によると、2年以上前に飲み会で知り合った20代女性 A さんと継続的に肉体関係を持っていた坂本は、関係を重ねるうちに A さんをもてあそぶようになったといいます。坂本が彼女ができたと A さんに伝えた後も肉体関係は続き、次第に身体的苦痛を伴う性行為を要求するなどエスカレートしていったそうです。また避妊具を使用していなかったため、行為後に避妊薬を処方してもらっていた A さん。それでも坂本は避妊具なしの性行為を行い、避妊薬代として A さんに3万円を支払っていたといいます。その後 A さんは妊娠。しかし坂本は、本当は今すぐ降ろせよって言いたい、お前のことが好きだったらとっくにちゃんと付き合ってると言い放つなど逆ギレ状態でした。身体的にも精神的にも苦痛を味わった A さんはショックを受け、自ら命を絶つことも考えたと報じられています。しかしスキャンダルが報じられた後も、坂本はスタメンで試合に出続けたため、ペナルティーを課されていないことに対して批判が集まりました。球界のスーパースターが起こした不祥事について、球団はどのように考えているのでしょうか。ノーコメントを貫いた球界の名手。坂本の女性スキャンダルについて球団は、今年になって女性から複数回連絡がありましたが、示談後のことだったことから、互いの弁護士の間で再度協議し、本人同士が直接やり取りしないよう申し合わせました、と回答。球団からペナルティーが課されることはなく、坂本はスタメンで試合出場を続けています。原辰徳監督も、もう少し気が出てこないといけませんなと気持ちの入っていないプレーについてコメントしましたが、女性スキャンダルについては言及していません。過去には千葉ロッテマリーンズの清田育弘が球団への虚偽報告と複数回の女性スキャンダルがきっかけで契約を解除された前例があります。
既婚者と独身者の違いはありますが、なぜ釈明や謹慎処分などのペナルティがないのかと、球団の対応に苦言が呈されています。ペナルティが課されない理由。坂本にペナルティが課されていない理由については、坂本個人軍から脱却できていないことと、原辰徳監督自身に女性関係に悩まされた経験があるからではないかと言われています。過去には選手会長を務めていた仁岡智弘が登録抹消中に女性キャスターと密会していたことが週刊誌で報じられました。球団は謝罪会見を開き、仁岡は髪を丸刈りにして謝罪。また、長年ジャイアンツを支えた看板選手でしたが、オフには北海道日本ハムファイターズにトレードされました。精神的支柱ともいえる選手会長を放出できた理由は、仁岡の離脱中に坂本が急成長していたことにありました。今季のジャイアンツは5年ぶりの B クラスに終わりましたが、スキャンダルが報じられた9月上旬はクライマックスシリーズ進出をかけた戦いの真っ只中でした。岡本、中田翔、丸義弘、ウォーカー、ポランコらが20本塁打クインテットを形成したものの、シーズンを通して打線はつながりを欠き、首位ヤクルトに50点以上の得点差をつけられています。上位を狙うためにはチャンスメーカーとしての役割を担える坂本が必要不可欠だったため、処分なしという大甘裁定につながったのではないかと考えられています。坂本は2018年に結んだ5年契約終了まであと1年残しているため、今期の放出はないと見られていますが、坂本個人軍から脱却しショートを守れる若手が台頭していれば、謝罪会見や謹慎、コンオフのトレード移籍があったのかもしれません。また原監督がスキャンダルについて沈黙を貫いていることについては、かつて原監督自身が女性関係に悩まされた経験があるからだと言われています。それは原監督が巨人の第2期監督を務めていた2006年のことでした。球団関係者と名乗る男性2人組から、不倫女性の日記を持っている、内容が表に出ると大変なことになる、表に出ないように私に任せてほしいと、1988年頃の女性問題について揶揄られ、日記と引き換えに金銭を要求されました。事態を収めるために1億円の支払いを決断しましたが、この時は球団や奥様への報告はしなかったそうです。しかし騒動は収束せず、3年後の2009年に別の男性から、女性問題のことを書いた日記が手に渡ったはずだ、それを返してほしいと、自宅や球団事務所に嫌がらせの連絡が入りました。隠し通すことが困難になった原監督は、球団と奥様に過去の女性スキャンダルと金銭の支払いを報告。たくさんの選手を指導するプロ野球の監督という立場にある人間として深く反省していますと謝罪し、球団から厳重注意を受けました。原監督はスキャンダルが報じられてからも人事権を握る全権監督としての重責を担っています。自身が似たような経験をしているため、将来の幹部候補生と言われる坂本に対してのコメントは避けているのかもしれません。そんな原監督ですが、2022年の春季キャンプでマイペース調整を許されながらも脇腹を痛めてしまった坂本に対して苦言を呈したことがありました。伝えたのは禁煙です。アスリート、リーダー、そういう立場を考えると、いろんな意味でお前にはもうタバコは似合わない。タバコを吸っている選手は体力、技術が落ちていくのがすごく早いし、そういう選手をたくさん見てきた。お前にはそんな選手になってほしくない。リーダーにならなければいけないんだから、タバコを追い出せ。と、日本プロ野球界の顔としての自覚を促しました。タバコを例に出した原監督ですが、行間を読むと、もう一度プライベートを見直せ、という意味合いがあったのではないでしょうか。坂本のスキャンダルは、野球界だけでなく、各方面からも非難され、
フリーアナウンサーの古舘一郎は、釈明すべきだし、謹慎すべきだし、球団側も守ってればいいってもんじゃない、と球団の対応について厳しく批判。美容外科高須クリニック院長の高須美希也は、僕の坂本選手に対する思いは、坂本は完全に悪人確定ですね。これって自分の快楽のためにやってるんですよね。女性を妊娠させないようにするんだったら、やっぱり避妊具はつけるべき、と辛辣な言葉で指摘しています。球団からの公式発表やメディアでも報じられないことに苦言を呈する声が相次ぐ一方で、坂本や球団を擁護する声明を発表したのが OB の笠原翔輝です。示談してるんですよ。お互いがもう終わってることをなんで1年越しにこんな感じで出るんかな、とこのタイミングでの報道に疑問を感じたといいます。また、坂本選手の家に行かなければいい。何回も何回も。示談しているのにこれを表に出すのが俺は信じられない、と週刊誌に売り込んだ女性に対して否定的な意見を述べました。 SNS やネットニュースを通じて様々な見解や意見が飛び交った坂本のスキャンダルですが、当の本人は全く動じず野球に集中しています。ハヤト、メンタル強すぎな。世間からは謝罪会見や謹慎を求める声が相次いでいますが、坂本は鋼のメンタルを見せつけています。腰痛から復帰した8月は13試合出場で月間打率2割1分2厘と精彩を欠いたものの、スキャンダルが報じられた9月10日以降は52打数18安打、打率3割4分6厘と好調をキープ。坂本が打席に立つたびにスタンドからはいつもと違うざわつきが起こり、週刊誌に報じられた内容をいじる辛辣なヤジが飛び交っています。それでも坂本はスキャンダルについてはノーコメントを貫き、野球ではチャンスメーカーとしての役割を全うしました。球界切ってのプレイボーイとしてこれまでに何度も女性スキャンダルを起こし、週刊誌に取り上げられても平然とジャイアンツのショートを守ってきた坂本が今回の件でおとなしくなるとは考えづらいのが現状です。熱愛の噂があった女性は数知れず、モデル、アナウンサー、アイドル、アスリートなどジャンルも様々です。2015年にはキャバクラ店に勤めている女性が坂本とのベッド写真を週刊誌に売り込み騒動になりました。一夜を共にした女性曰く、ホテルで事を終えると坂本はいびきをかいて爆睡し始めたため、ベッドで寝ている姿を撮影、翌朝によれよれの1万円札2枚を渡され、金に困ってんの?など汚い言葉を浴びせられたことに激怒し、週刊誌へのリークを決めたそうです。また2018年2月にはキャンプ地宮崎県のキャバクラ店で指名した女性をホテルに誘ったものの断られたため激高、その場にいた複数の女性の肩や太ももに噛みつき、噛まれた女性は内出血、総額550万円の慰謝料を請求されたことが明らかになっています。証拠りもなくスキャンダルが報じられる坂本に対して、球団が行えることはポスト坂本の育成しかないのかもしれません。ジャイアンツ歴代最強ショートと言われる坂本ですが、来季35歳という年齢のせいなのか、以前のような広い守備範囲を感じることはできなくなりました。また外野守備に難のあるウォーカーの残留が確実視されているため、ショートの負担はより大きくなります。堅実な守備力が求められるショートというポジションで、ポスト坂本の一番手に名前が挙がるのが高卒2年目の中山礼都です。今季は坂本が怪我で離脱すると5月8日から26試合連続スタメン出場、一軍投手への対応に試行錯誤しましたが、守備範囲の広さやボールさばきは当時の坂本より上という評価を得ています。監督として3度の日本一経験を持つ廣岡達郎は、能力あるコーチが中山を教えれば坂本も怪我してたら俺の出番がなくなると危機感を持つよ、
中山を競争相手にすれば坂本も伸びるのに、そういう循環が足りないと指摘しました。とは言っても現状のジャイアンツにおいてチャンスメーカーとしての坂本は必要不可欠な存在です。そこで考えられるのが負担の少ない守備位置へのコンバートではないでしょうか。コンバート案はすでに原監督から告げられていて、4月30日に右膝内側側副靭帯損傷で登録抹消された際にはファーストへのコンバートを進言されました。しかしショートで戻ることを意識してリハビリもしていた。ファーストでの復帰話をあえてスキップして、あと何日間か時間をくださいというやり取りはありました。と、あくまでショートで復帰することにこだわり、調整を続けたそうです。日本プロ野球界の歴代ショート最多となる1957試合に出場しているジフと、ベストナイン7回、ゴールデングラブ賞に5回輝いているプライドがあるため、簡単にジャイアンツのショートを明け渡すわけにはいかないかもしれませんが、これまでも夏場に調子が下降する傾向が見られています。2021年も8月には打率2割5分9厘、10月になると息切れし、打率1割6分7厘と低迷しました。坂本がショートにこだわる以上は、いかに休ませながら起用できるかがポイントになるのではないでしょうか。そのためには、中山を筆頭にポスト坂本の育成が急務であることに変わりはありません。坂本を脅かすショートを育成することで、かつての二岡のように他球団に放出することも可能になります。数々のスキャンダルを起こしてきたにもかかわらず、平然とジャイアンツのショートを守り続けている坂本。2023年で35歳になり、若気の至りでは済まされない年齢になっています。ファンの反応。ノーコメントを貫く坂本と、球団に対してファンからは、巨人の坂本のニュースが出てから2週間経つのに、公式からのステートメントも出てないって、NPB も巨人も坂本も全員やばいな。巨人も原も坂本の最低な行為に対して、坂本を当分の間自粛させます。申し訳ございませんでしたと、なぜ言えないのか。といった批判の声が相次いでいます。一方で、野球で結果を残し続ける鋼のメンタルについては、マジで坂本どんなメンタルで試合してんの、もうメンタル系の本とか出したら爆売れするんちゃう、メンタルの強さなら村上宗隆と坂本隼人は双璧だわと、皮肉混じりに称賛の声が飛び交いました。球界の名手も今は昔、5年ぶりの B クラスに終わり、ファンをがっかりさせた巨人ですが、クライマックスシリーズ進出を逃したことで、騒動は自然と収まっていくのかもしれません。しかし、これだけネットが発達している現代で、情報を抑え込もうという発想自体が古すぎたのではないでしょうか。巨人が圧倒的に強かった時代は、はるか昔の話であり、球界の名手と言われても、ピンとこない野球ファンも多いでしょう。ノーコメントを貫いたことで保身につながったのかもしれませんが、野球選手としてのイメージダウンは免れることはできません。多くの子供たちが夢見るプロ野球の世界、巨人軍は常に紳士たれ、この言葉を今一度認識してもらいたいものです。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。